疲れ様でした、今日はヴェルディでの初出場だったんですけども、試合を終えての感想を聞かせてください。いや、あの状況で出たんで、することは決まってたんで、まあ、やることがはっきりしたんで、まあ、非常にやりやすいっていうのもあって、まあ、後ろに土井さんとかいるんで、すごい安心してプレーできました。今日はどういう指示を受けて入ってたんですか。どういう指示を、どういう指示、監督からは。向こうが蹴ってくるのが分かってて、あとロングボール対応だったり、あと守備でしっかり負けないっていうところでもやらすなっていう意味だった。それはある程度できましたか。まあ、でも最後のロングボールでヘディング負けた、結構かぶってしまったんで、まあ、それはちょっとまた練習からやり直していきたいと思います。まあ、でもゼロで抑えられたのはチームとしても個人としても。で、個人として、まあ、例えば点数とかつけるとしたら どれぐらいですか。50点。あと50点は、内分の50点は何が。まあ、そのヘディング負けたのもそうですし、もっと前の選手を動かしたりして自分たちが守りやすいようにすればよかったなと思いました。8月になるとですね、非常にタイトなゲームも増えてくると思うんですけども、そのあたりに向けて一言もらっていいですか。まあ、下の選手とか若い選手だったりが一生懸命上の先輩たちに負けないぐらい、やっぱ一番走らないといけないと思うんで、やっぱりそういうところでは負けたくないし、やっていく必要は。じゃあ、最後にサポーターに向けて一言お願いします。初出場遅かったんですけど、これからチームの勝利に向けて頑張るので、まず名前と顔を覚えてもらいたいですね。頑張ります。わかりました。ありがとうございました。